一番印象に残ってる中国にいた時に会った行かれた外国人ってどの国のどんな方でしたえっとね本当にあこいつ行かれてるんやろうなと思う子はあのロシア人の女の子で結構もう見た目からして自分に自信持ちすぎてる系の女子でもうロシア人って結構そうなんですけど。 もうなんか私綺麗やからファンってする系のもうサンってする感じのタイプの女でもういろんな男の友達から「あああの子いけんで」とか食えんでとか乱交のパーティーの日とかあるんですけど絶対参加してたりとか誰よりも先にも花ちゃん行ってたりとか。なんかとりあえず したんって感じですね。日本やったら多分速攻 AV 女優になってんちゃうんすかね多分みたいなレベルのドエロな女がいました、うん、ドエロすぎてみんなちょっと引くっていうぐらいのレベルで行かれてんなっていう人がいました同じ学校だったんですか同じ学校ですね二神戸の先輩ですね